コルンボ、はい、コルンボさんです。さあ皆さん、今日はですねルブロックスをやっていくんですけども、なんとですね、あのガーツオブバンバンの公式のロールプレイがいきなり登場しました。今日はそれをやっていきます。はい、ロールプレイとは一体何なのかというと、よくねルブロックスのゲームの中であるファンメイドで実際のゲームのキャラクターに変身できて、それでなんかマップを歩くみたいな、よくありますよね。それがなんと公式で登場したというわけなんですね。まずはね、このバンバンのねクリエイターのチャンネルのこの動画をご覧ください。それでは見てみましょう。レッツプレイ。はい、もうマップが出てますよね。だからまずはチャプター2のマップで、こういうマップとかもほら全てあれ動けるってわけでしょ。しかも公式のクオリティなわけですよ。そして来るぞ。あ、まだ来ない。毛布が、毛布というか、あのほら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 、やばいよねこれ。超リアルでしょ。しかもほら、本家が作ってるからほらめっちゃリアルなので、しかも自分で操作できるっていう、これやばくない？やっていきましょう。はい、そしてこちらがねその画面です。まあ日本語だとバンバンのガーテンロールプレイになってますね。バンバン幼稚園に入るが、今回はお気に入りのガーテンバンバンのキャラクターとしてプレイできる。チャットしたりとかニックネーム変更したりとかできるっぽいです。おお、じゃあやっていきましょう。レッツプレイ。お、あ、なんかでもまあ普通にルブロックスのね、あ、すげえ、待って、え、なにこれ、これでなれるってこと、え、お金かかるの、え、嘘、最悪じゃん。あ、毛布ある、あ、ある、え、全部できるじゃん。ほとんどオピラの鳥を傷つける。傷ついたオピラってこと。タルトの鳥。禁止って何。ちょっとまあ日本語になってるとタイトルが意味不明なんですが、ちゃんと全部できるっぽいですね。ちょっと待った、これは何、これはん、バンバンフォームガードオブ、あ、帽子ね。あ、なるほどね。他のゲームでも被っていける帽子。え、なんか買おう。え、どうしよう。何になろうか。スローセリールになりたい。スローセリールに。いきます。ゲットします。ゲット。オッケー。ゲットできた。で、どうすんの。あれだね。一回帰ってからじゃないとできないわ。意味ない。全く意味ないことしちゃ、まあいいや。よし、ちょっとなってみましょうか、じゃあ、毛布。じゃあ、まず、オフィラボード行ってみよう。いきます。カモン。わー、すげえ。やばい、ほら見て、めっちゃリアルだよね。しかもほら、やばい、本家のやつになっちゃった。これガートンバンバン3マップカミングスーン。あ、3のマップはまだなんだね。なるほど。ちょっとじゃあチャプター1のマップ行ってみましょうか。うわ、いけた。うわー、すげえ。超クオリティ高い、やっぱり。しかもオピラバードだしね。面白い状況だわ。謎解きとかないみたいだね。そうだね、これは普通にだからもうキャラクターになって歩くみたいな、そういうマップなんだわ。でもそれだけでもめっちゃ面白いけどね。あ、これも置いてある。あ、ジャンプできる、ジャンプ。ほら、オピラバード飛んでる。あ、え、どうなった、ちょっと。オピラバード。怖い。何が起こった。ねえ、いきなりバグ引くのちょっとやめて。どうなってんのこれ。ちょっと、おぉ。全然関係ないところでさ、ちょっと笑わせるのやめてよ。ちょっとゲームで笑わせて。でもすごくないほら。本家のマップもまず本家だからさ、それはやっぱリアルだよね。そこをオピラバードで起きる。待った、オピラバードいるやん、ちょっと。ダブルオピラ、待って。ダッシュできるわ。ほら。かわいい、なにこれ。かわいい。あ、え、あ、止まった。え、動ける、あ、動ける。待った、ほら、そんなことより、ほら見て、オピラダブルだ。はい、皆さん、ゲームの途中なんですが、いや、このガートンバンバンのやつめちゃめちゃリアルでやってみたいなと思った人はグッドボタンの方よろしくお願いします。この動画でグッドボタン2000目指して頑張りますので、皆さん面白いなと思ったら押してみてください。それでは続きいってみよう。でかくない、このオピラ。ちょっと置物のオピラでかすぎるで、それはさすがに。ちょっと乗ろ、ほら、くっしろ、本物のオピラは俺だ。よし、見てください。オピラ王の前にしもべオピラが従う。よく顔が見えない、ダメだ。そしたらここでタルトの鳥になってみましょう。タルタバード、どうだ、ドドーン。ちょっと並んでみましょうよ。はい、どうでしょう、以上です。はい、やべえ、ほらチャプター1にタルタバードが登場してるわ。まあ いたんだけどね、最初から実はね。まあゲームこそないけどさ、すごいリアルにさ、このマップを歩けるわけだ。ほら、やばくないこれ。ジャンボジョッシュのとこどうなってんだろう。じゃあジャンボジョッシュになっていきましょう。落ちても痛くも早くもねえわ。オッケーオッケー。じゃあちょっとジャンボ女子になっていますね。いくよ。この広い場所になっていましょう。こっち向いて。よし。さあ、ジャンボ女子、カモン。おー、
げえリアル。ほら、体見えるじゃん、普通に隅々まで。ほら、あー、かわいい。なんかほら歩き方、ダッシュするとどんどんダッシュするとシュールすぎるだろ。やば、ちょっとジャンボジョッシュ、ジャンボジョッシュの場所向かってみようぜ。せっかくだしさ、まずはチャプター1のキャラでチャプター1の場所を占領すると。あ、おお、いけない。なんだここ、いけないの。うっそ、ジャンボジョッシュのほら隅から行きたいのに、いけない残念です。いやー、でもほら秘密の部屋も開いてるわ。秘密の部屋だろうがなんだろうが別に関係ないね。そしたらじゃあちょっとチャプター2の方行ってみましょうか。てか友達いないの。友達誰か、あ、誰かいるよ。ほらみんなでさ、同じさ姿になろうよ。絶対面白いよね、そうなれたら。どっから出てきた今。どこから出てきたおー、あ、誰もいない。どっかチャプター2のマップにいるかもしれん。ちょっとじゃあ行きます。おー、来た。お前なんでここで潰されてるはずだろ本来。え、戻っちゃったここら辺うろうろすると戻っちゃうかも。もう潰されてるはずのジャンプ女子がまずは行くと。うおー、俺は生きてるぞ。潰されてなどいない。おー、ほらめっちゃリアル。さすが公式が作ってるだけあるよね。俺は、え、こっち行ける。あ、いけるいける。見えないからわからないけど、ちゃんとあれだわ。陸続きになってる、陸続きになってる、陸続き。まあ行きましょう。待って、ここナブナブは、ナブナブ、あ、いないか。ちょっとナブナブごっこしよう。ナブナブごっこ行くよ。ナブナブなってみるよ。せーの、はい、カノン。うわー、あえ、めっちゃ可愛いナブナブ。ほら見て、うわーって動いてる。怖いけど可愛いよね。なんか絶対これベロ来たかもよね、ナブナブで。気持ち悪いな、ベロが。うわーっうわーっラブラブ say it's okay to have no friends and be miserable like me。 ん、ほら、まあほら、こんなこと書かれてますよ。いいんですかそれで。ラブラブさんはどうですか。納得してるみたいです。はい、行きます。こんな手足細いのにさ、よく耐えられるよね、このさ高さから落ちて。うわラブラブがラブラブのステージを疾走する、この姿どうですか。めちゃめちゃシュールでさ、本物のラブラブは上から来るんだけど、このラブラブ地面しか歩けないっていうね。それはちょっとあれですね、残念ですね。ここラブラブステージだからさ、しっかりとラブラブのあれを堪能しないと。はい、ほら本人がいますよ。ブーこいつ表情が変わらないからさ、どうしても仕方ない。じゃあ上まで行くか。仕方ないってなんだかよくわかんないけど。あ、階段遅っ。階段は遅いな、めちゃめちゃ歩くのが。オッケー、来た。来たからなんだっていうことはないんですけども。あ、え、待った、ちょっと、あ、すり抜けるやん。手すりすり抜けちゃうんですけど、ラブラブさん、なぜか。よすっ、うわ危ないな、ちょっと。でさ、あれだね、フォークリフトがないね、ここにあるはずの。ちょっとさ、ナブナリーナなってんよ、ナブナリーナ。え、また、ナブナリーナの名前おかしい。ナブナブナブナ。俺はそれでいいか。ちょっとナブナブナブナなります。はい。わー、すごい、ほら、チャプター2にナブナ、ナブ、ナブナリーナがいるよ、ほら。ちょっと失踪しながら帰ります。いやこれすごいよ、これほら見て。ラブラブもラブラリーナもさ、絶対歩きづらいよね、これね。やっぱ雲なんですね。雲なのに足が4つしかないから、不便そう。階段はめちゃめちゃ遅いんだよね。はっ、はっ、うわぁ！おー、バンバン！初めて人に会ったわ。あ、ちょっと一緒に行こう。バンバンになってみます、バンバンに。せっかくだしね。あ、ラブラブいる！ちょっと待って、みんなでラブラブ、ラブラブに。みんなでラブラブ、あ、慣れた慣れた！ラブラブが2体！怖えー。どこ行くの？一緒に行こうよ。この絵もシュールだね、だいぶ。行こうぜ！ちょっと飽きたって。じゃあ行きましょう。ちょっとね、じゃあね、次の場所行ってみましょうよ。はい、ここは、こっち側は何がいるんだっけ？特に何もいないか。フィットルがいるけど、なぜかフィットルのあれはないね、モーフはね。おー、終わった。バンバリーナバナナやん、よく見たら。ないよ、それは。バンバリーナじゃないんですよ。ジャンボジョッシュを傷つける。傷ついたジャンボジョッシュってことですね。ちょっとこれで行きましょう。え、待って、巨大フィドルいない気がするんだけど。あ、いない。ほら、巨大フィドルさんいないよ。コロンボさんが来たぞ、逃げろって。あ、こっちも行ける、あ、行けるんかい。せっかくなら巨大フィドルさんも欲しかったよね。ちょっとね、ここは何もないんだっけ。で、ちょっとね、例の場所行きましょう。例の場所こっちで。誰かいる、一緒のやつになろうよ。こっちおいで。じゃじゃーん。あー、来た来た来た。ジャンボジョッシュが2体。シュールだな。オッケー。こっちは、あ、こっちもすごい、ほら。やっぱすごいリアル。ここの、なんかスティンガーフリンとかはいないわけだね。なるほど。まあまあ、ちょっとやりたいことやりましょう。やりたいこともやれない。こんな世の中はね、ほんと、ポイズンなんで。はい。えっ、はっ、ほっ。さてさて、やりたいことはもう皆さんわかりますね。当然ここですよ。ドドーン、ナブナリーナの教室で、もちろん、バナナになりなさい。バナナってなんだ。はい、見てください、念願が叶いました。ナブナリーナとなって授業。おい、お前ちゃんとしろ。今日お前1秒遅刻したな。体罰、むち叩き10回。ほらほら、おいお前
前たちテストの調子はどうだ。一問でも間違ったら分かってるな。明日までに500円全員持ってこい。次だお前たちはちょっと勉強ができるからって調子に乗るんじゃねえぜ。罰として校庭500周してこい。分かったらちゃんと勉学に励め。さらばだ、私は帰る。授業をサボったら分かっているな。はい先生、ごめんなさい、頑張ります。よし、それでいいはい、ということでバンバリーナごっこ終わりですとんでも授業やったわ。これ念願かなったわマジに。でちょっともう一個やりましょうか。この中からオピラバードが出てきますんで、それもねちょっと自分でやりたいと思います。オピラバード、しかもここは傷ついたオピラバードなんで、いきます。はい、何、待ったこれ何、この石みたいなのコンクリ、あ、めり込む、いやーめり込む、いきます。実際のあのシーンを再現します。ほら大したことね、大したことないよ、ピラバードさん。シンプルすぎる。でさ、最後ちょっとあれ行きましょうか。あれ、例の。まあ、普通にちょっとバンバンのね、最後のステージ。あれってどうやって行くんだっけ？あ、こっちだ、こっちだ。オッケーオッケー。あ、ここあれじゃん。おー、ジャングルジム。ジャングルジム。待った。ショップって書いてあるじゃん。え、なにこれ？愛国的なオピラ。愛国的なバンバレーナ。ここはバンバレーナになってるやん、ちゃんと。バナナじゃないんかい。ちょっと愛国、どうなるこれ、愛国。一応買ってみようか。はい、購入しました。毛布、ないよ。ちょっとないないない、買ったやつどこ行ったの、買ったやつどこ、消えます。はい、うわあ、愛国、愛国怖くない、ちょっと愛国、愛国者怖いってそれは。あ、バンバンになる、じゃあバンバンになりましょう。あっちでなるつもりだったのに。よし行こう。はっ、ああちょっとバンバン一緒に行こう。あ、落ちた、あ、落ちた難しい。よし頑張っていこう、頑張って。あ、ここ、あー、ここむずいの、もしかして。え、ちょ、その前に、まあいいや。愛国者になりたい、愛国者に。持ち物リスト、サーチ。ないない。どうすればなれるの？一旦リセットすればいいのか。キャラクターをリセット。あー、戻った。え、ないないない。ない。ちょっとちょっとちょっと。買ったのにないんですが、それは。まったく、まあいいか。ちょっとバンバンの場所まで行きます。あ、みんな、あ、結構人増えたじゃん。みんなでさ、ラブラブなろう、ラブラブ、ラブラブなって、ほらみんなラブラブになろう。ならない誰もならないんですわ、結局。ラブラブになど、ラブラブとかほらなりたくないじゃん、気持ち悪いし。可愛いんだけどね本当は。でも誰もなりたがらないんだもん、仕方ないよ。まあいいや、行きます。あ、ちょっと挟まった。よっしゃ、みんなでさ、あ、むずい、シンプルにむずいぞここ。さては、ほっ、落ちる瞬間飛ぶやつね、また。はい、あ、あー、むずい。ラブラブさ、微妙にスピード超速くてさ、難しいんだよね、結構。ちゃんとね、行く方向を見つつ、勢いつけていくと落ちちゃうから。はい、はい、こんなにむずくしないで。ほら、落ちる人いっぱいいるじゃん。むずい、こういうとこ、ねえ、難しい。はっ、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 あー、もうここまでぐらいなら結構スルスル取れるわ。結構ね。ここからでさ、問題は。はい、はい、はい。はい、まだまだそして続くからね。はっ、オッケーオッケー、なんとかこれだ。はっ、あ、いけるいける、ここもジャンプ。はっ、ここもそうだね。ちょっと届いてる、やめてやめて、いじめないで、ちょっと怖いから。はっ、オッケーオッケー、これどうする、どっち行く。ねえ、そっち、こっち行こう。はっ、オッケーオッケーオッケー、ここはどうだ。はい、あー、間に合う、間に合う、間に合う。いや、慎重に行きたいよ、ここは、本当に。だって、ここまで来るの超大変だもん、ここは。ダッシュ、オッケー。さあ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 、ダッシュ、オッケー。オッケー、オッケー。はい、あー、はい、最後まで行くまで頑張ります。あ、皆さん、めちゃめちゃ失敗して、めっちゃむずいってなってたらさ、ここ行くよ、ここ。見ててね、ちょっと。ほら、乗れる。で、ショートカットが、できる。とんでもないことを発見してしまったコロンボさん。みんな、これ真似していいぞ。みんなちょっと教えてあげたいな、みんなに。みんなもう諦めてね、やめちゃったんだよね、ここ行くの。ちょっと、オピラバードにさ、ここショートカットできること教えてあげたい。おいで。ここまで。帰るな諦めるな。あ、そうそうそう、来い来い来い、こっちまで来い、こっちまで。ほら、頑張って頑張って。そう、ぴょんぴょんぴょんってね。落ちた。ここのちょっと誰かに教えてあげたいよ。ほら、すごいこれ楽なんだよね。まあ、ここまで来るのがちょっと難しいみたいなとこあるけど、正直ね。はい、ほら、ねえ、誰かこの凄さ。誰もいない。この凄さを知ってほしいのに。ここまで来たら楽勝ですわ。これ気をつけなきゃいけないのが、これ当たるんだよね、この棒に。だから、こっちからジャンプしなきゃ。ほら、さっきそれで落ちちゃったんだよね。引っかかって落ちて絶望してたら、とんでもないね、裏技を発見したと。そういうわけです。みんなに教えてあげたかったな。お前すげえよってヒーローになれたら、え、これいける？うっそ、オピラバードのジャンプ力を持ってすればいけるこれ？いけるこれ？え、いくよ。うおー、はっ、うおー、はっ、うおー、はっ、
いや、いけないんかい、ちょっと。それはないでしょ。あ、だからみんな諦めて行くのやめたんだ。なんだよ、これいけねえじゃん、みたいな。そんな、なぜ行けなくする、そこを。まあでも絶対何か方法があるはず。行けないなんてわけがないんですよ。そんなおかしなゲームを、いやーそんなおかしなゲームを作るわけがないんです。なぜなら公式なんですもん、これは。公式の人が、あ、公式の人がね、そんなことを許容するわけないです。っていう一縷の望みにかけて、なんとか攻略したいと思います。オッケー、ここまで来れました。ここまで来れたら、あとは裏技で。はい。はい。ちょっとまあ、オピラじゃなくて、普通にプレイヤーで行ってみよう。行きたいんで、なんとか。もうね、わがままというか、その、あれを言ってる場合じゃないんですよ、その、わがまま。わがまま。これ待った。これ届く、これ。これシュールだな。本当に届くのかどうか、この画面でちょっと見てみましょうか。いくよ。あっ！え？届きそうだね、微妙に。いや、もっとタイミングが分かれば届きそうだわ、これ。チャレンジしたいと思います。頑張ってね。よーし、来ました。まあ、横から見るのは結構いい作戦かもしれません。ただ、斜めってるとまずいな。しっかりと、あー！やっと来れた。まあ、マジにギリギリで飛べばもしかしたらいけるのかもしれない。ここに来てナブナブでちょっと行ってみるわ。タイミングとかじゃなくてもう行く。とにかく行く。行きます。ナブナブ、お前の跳躍力にかける。行くぜ。うおー、はい。全然ちょっとやめます。無理なんだもん。だってみんなで同じ毛布になって走り回ろうよ。それで終わりにしよう。みんないる？そもそもいない？あ、いるいるいるけど、いるけどもうどこにいるかが問題だわ。ほらみんな、ナブナブだろう。みんなナブナブ、ナブナブになって、お願い、ナブナブになってください。バンバリーナ、バナナじゃなくて、違う違う、ジャンプじゃない、ナブ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 になって、なってくれないね。待って、くなってくれません。お願い、誰かナブナブになって。はい、じゃあまあ、ということでね、今日は公式が発表したガトンバンバンの毛布、変身できるゲームですね、をやっていきました。ウェブロックスをやってる人、ぜひね、このゲームやってみてください。すごく面白いです。だからこの動画面白いなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。ランボー！バイバイ！